今からちょっと4つのお話をするんですけど、もうちょっと関わりのあるというか、まあ多分聞いたら分かる人もいると思うんですけども、よければ、4つですね、連続でお話ししようと思います。今からですね、多分10年ぐらい前、もう本当にこう心霊、探訪みたいなようなものを始めた頃ですね、ある僕の地元の、スポットに行ったんですね。でそこが、峠をずっと歩いていくとこで、で現地に着いて、でその時まだ映像とか映像とか撮ってない頃で、写真だけだった頃なんですね。でその写真を撮って、で、ひとしきり撮影が終わって、いやよかったよかったと。でその場所からまた戻っていく途中で、峠道なんですけど、もう断崖絶壁みたいなね、崖があるんですよ。歩いてると行きは右側に見えたなんですけど、帰りは行きは左側だね、帰り右側に断崖絶壁がわーってあるっていう。で下りながらずっとその峠を行ってると、この崖部分に僕懐中電灯を照らして歩いてってたんですけど、この崖にライトが当たった瞬間に、一箇所だけポツンと、なんかこれぐらい、これ30センチぐらいかな、直径丸い穴みたいなのがその岩肌にあったんですよ、ライト照らした時に。あれあんな穴あったかなと思って、ずっと歩きながらその穴あたりを照らしてたんですね。で右に振ると何もないし、左に振ると何もない。でそこ穴あるんですよ。左右に振って確かめたんです。なんかね、穴があるんですよね。何かなと思って、数メートルまで近づいて、その丸い穴の中にライトボンって照らしたんですよ。そしたら普通そこに穴が開いてるんだったら、その穴の中の壁とかも照らされて見えるじゃないですか。なんですけどこの穴全部光吸い込んでるんですよ。もう真っ黒のものがそこにボンってあるんですよ。でそこで気づいて、うわっって目をそらして、ライトもそらして、一瞬ちょっとのけぞっちゃったんですよね。何あれって。でもう一回恐るその穴あった場所を照らしたんですけど、もうその穴なかったんですよ。というお話が一つと、またさらにちょっと経ったぐらいの時に、また同じ場所に行ったんです。でこの同じ場所、そのとある建物の中なんですけど、この建物の中に入って撮影を始めたんです。その頃はもうビデオカメラを持ってたんで映像を撮ったんですね。で映像を撮って奥まで行って戻ってきたんです。で一番最初に僕行く前にちゃんと撮影できるかなと思って数秒の動画ファイルを作るんですよ。映像撮るんです。撮影テストするんです。で、何か喋って「あかなたです」とか喋って、録画停止して、でもう一回見るんです。で見たらそのファイルがあったんで、あ大丈夫って思ってもう一回録画ボタンを押して、撮影して戻ってきた。そしたら一応ちゃんと撮れてるかもう一回確認したんですよ。1個だけしかファイルないんですよ。本来だったらテストの動画があるはずなんで、2個はファイルあるはずなんですけど、1個しかないんですよ。であれと思ってその動画を再生してみたんです、そこで。そしたら数分、1分、2分、俺見た時確か4分ぐらいとかあったと思うんだけど、ただただ1分ぐらいの数分の動画ファイルがあって、ただただ地面を映している映像しかなかったんですよ。今行って戻ってきてるんですよ。しかもテストでもそんなことしないですし、本ちゃんは確実に奥まで行って、それもちゃんとビデオカメラ見てるからレックっていうのがついてるんですよ。それ見てるんですよ。なんですけど、その映像録画を切って見てみたら、その動画1個しかないです。でずっと音聞いてみたら、その建物の中の音も聞こえるんですよ。ずっとただただ地面を映してる。でもやみたいなようなものも映ってるんですよ。湿気が多い場所だったんで動きはあるんです。少しゆらっとしてるんですけど、僕が撮った映像、そしてテスト動画全部消えてるんですけど、1個だけファイル、知らないファイルが入ってたんです。これは対戦体何だったのかという話と、今から20年ぐらい前の、これ僕の体験じゃないんですけど、僕の友人が体験したって言って血相を書いて僕に伝えてきた話があるんですけど、ある日僕が家でまあ普通にくつろいでると、夜8時ぐらいですかね、友達がって家の玄関叩いて「おーい」って来たんですよ。で「はいはい」って言って玄関行ったら「おいちょっと免許取ったからさ心霊スポット行こう」って言われたんですよ。でいや絶対いかんそんなんって、免許取り立てでしょって、怖いしって、しかも怖いしって、ちなみにどこ行くんって言ったら、どこどこって言うんですよ。でももう絶対に無理やんって、行くかそんなとこって、免許取り立てでそんな危ねえとこ絶対行くわけないやんって言って断ったんですよ。そしたら捨て台詞みたいな感じで「なあお前なんか付き合い悪い」みたいなこと言われて、捨て台詞吐かれて、友達もう2人ぐらいかな、もう2人いたんですよ、その車の中で。そいつ運転手なんですけど、で3人しょうがなく僕誘ったんですけど行かないってなったから、3人でそのスポットに行ったんですね。それから日が変わる頃にまた友人がねやってきたんですけど、その時はちょっとテンション全然違ったんですよ。もうバンバン扉叩いて、バンバンバン「おいおいちょっと開けておいおい」って来るんですよ。で何と思ってドア開けたら、もう顔真っ青で、なんかちょっと震えてる感じなんですよ。何どうした、何があったんって聞いたら、僕ん家来てから、ちょっといろいろ寄り道しながらその心霊スポットってとこ場所に行ったんですって。でその心霊スポットなんか峠なんですね。でずっとその峠登ってたそうなんですよ、ゆっくりと。免許取り立てですからちょっと危ないんでゆっくり行ってた。そしたら雨が急に降ってきたんですね。ポツポツっと、ポツンポツンって、急に雨気持ち悪いこんな場所でって思ってたら、そのポツンポツンポツンパラ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 ブワーって、もう一瞬にしてもうゲリラ豪雨みたいな、もう前ちょっと見えなくなるぐらいの雨が降ってきたんですよ。でワイパーもバッチャンバッチャンやって、ゆっくりゆっくりこのライト照らしながら、もう視界がほとんどない中ゆっくり行ってたんですよ。そしたら雨の音ともう一つなんか聞こえるんですって。運転手が「なんか聞こえない?」で助手席のやつも「おなんか聞こえるね」で後ろに座ってるやつも「なんか聞こえる」って「なんやろなんやろ」って進んでいって、それがねちょっとずつ大きくなってるんですよ。でなんやろと思って、雨が降ってるんですけど、ちょっとだけこの窓をね開けたんです、ちょっとだけ。そしたらもう数センチ開いたぐらいの隙間からもう飛び込んできたんかっていうぐらい赤ん坊の声が「にゃーにゃー」って入ってきたんですよ。赤ん坊の中、もう赤ん坊がそこで飛び込んできたんかぐらいで、もううわー、もう大声3人上げて、でちょうどその辺りで車が展開できる広い場所だったんですね。基本的にそこに行く人たちってそこに車止めていくんですけど、ちょうどその場所だった。なんでもう急いで車展開して、初心者ですけどもう一気に峠下ってたんですよ。視界がなかなか見えない中も。で一番下まで降りてって県道にぶち当たるんで、そこでもうちょっと車の中にはいたくないって、もう3人ともそれを同時に思ったんでしょうね。その県道に差し掛かった頃、峠一番下まで降りた時に、もう雨でも濡れてもしょうがない、もういいやと思って車からバーン飛び出したんですよ、3人とも全員。そしたら雨降ってなかったんですよ。車も濡れてないし、なんならもう地面も濡れてないし、普通に車は走ってるし。ワイパーだけがずっと動いてるんですよ。しばらく3人とも呆然としてしまって、でようやく、現実に戻るというか、一気に恐怖が湧き上がってきて、でそっから僕ん家にもう一気にやってきて、とりあえず俺に来なかった俺に文句が言いたかったっていうのでこの話をしてくれたんですよ。いや文句言われても知らないじゃないですか。だから言ったやん、行かない方がいいって、犬鳴トンネルは。この3つ全部、知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、全部犬鳴トンネルでの、お話でございました。そして4つ目のお話になるんですけど、このお話もうすごい前のお話なんですけど、今から約40年ぐらい前ですかね。80年代の前半中頃ぐらいの頃に、太郎さん、そして同級生の友人の三郎さんっていう方が体験したお話なんですよ。その頃高校を卒業した、太郎さん、大学進学が決まってまして、でその間に車の免許を取ったそうなんですね。で無事免許も取れて、お兄さんに車を借りることができたんで、どこかドライブ行きたいなと思ってたら、友人のこの三郎さんがね、行きたいところがあるって言うんですよ。どこかドライブ行きたいところがある、どこで尋ねると、行き先は車に乗ってから言うからで、何にも行き先伝えられないまま出発したんですよ。でしばらく車を走らせて、午前中だったんで、今から行くって言ってもそんなに怖くはないと思うよって言ったんですけど、これ犬鳴トンネル行きたいって言い始めたんですよ、急に。で「なんで?」って「なんでこんな時間から行くのよ」って言ったら「いや自分にけじめつけたいんだ」って言うんですよ。何を言ってるのかなと思ったんですけど、この三郎さん小学校の時に林間学校で肝試しをしたそうなんですね。でその時この三郎さん怖すぎてお漏らししてしまったそうなんですよ。これは犬鳴トンネルとかじゃないんですよ、林間学校は。だからそれをずっと引きずっててたんで、この福岡最強って言われる犬鳴トンネルを肝試しリベンジでしたいってことだったんですよ。午前中ですよ。明るいうちでいいんかって聞くと、夜怖いもんって言うんですね。そらそうやろうけど、昼に行く意味はっていろいろ言ったんですけど、俺は行くって、行きたいんだって言うんですよ。ちょうどいいドライブになるかと思って犬鳴に向かうことにしたんですね。今はこの犬鳴トンネルも閉鎖されてるんですけど、当時は普通に車でも通れたんです。で実際この昼間とか、午前中昼間とか明るいうちだったんですけど、実際ここ到着して目の当たりにするとかなり怖いんですよ、明るいうちでも。でこの80年代とかにはこの怪奇スポットって言って有名だった犬鳴トンネルなんですけど、実際来たことがなかったんでもう圧倒されたんです、実物に。で三郎さんにね「大丈夫か?本当に行くんか?」って言うと「大丈夫」。どうやって行くのって聞いたら、一人で歩いていくって言うんですよ。で無理いや無理やろ、本当大丈夫かっって聞くと、大丈夫だからって言うんです。じゃあ俺向こうのトンネルの出口で待ってるからなって言うと、そうしてくれ。ただちゃんと向こうまで行けたら褒めてよって言うんでわかったわかった、もう褒めるよって、なんか愛らしいんですよね、この三郎は。みんなにも三郎は根性あるやつって言ってよ。分かった、保証するけん、もういい気言ってこい。で三郎さん残して太郎さんは車でトンネルの反対側の出口に向かって、そこで待ってたんです、車止めて。でしばらく待っても三郎さん来ないんですよ。ずいぶん時間かかってるなーって思ってたら、トンネルからね、うわーっと悲鳴が聞こえてきたんです。で叫びながらこう三郎さんがブワーってトンネルから出てきたんですよ。で出てきた瞬間、もう三郎さんも腰抜かしてへたり込んじゃったんです。で泣いてるわ、鼻水出てるわ、ちょっと漏らしてたりもしてるんですよ。もう大変なことになってるんですね。もう騒い、もうわーって泣いてるんです。もうおいどうした、大丈夫かって聞くとなんでもないって言い張ってるんですよ。いや絶対になんもないことないやんいやいやお前叫びながら走って逃げてきたじゃん。何かで追われてるみたいな、なんかすっげえ叫んできたじゃん。いや俺は全く何にも怖くなかったし、泣いてもないし、俺はおとなしく出てきたんだってもう言い張ってるんですよで太郎さんがね、いろいろと不憫に思ったのか、分かった、そういうことにしとこうってなだめたんです。そんなやり取りしてると、このトンネルに向かってくる1台の軽トラックが見えたんですね。でその軽トラックが太郎さんの車の横にピタッて停車して、50代前後のおじさんがバーンってドア開けて「お前ら何しとんじゃ!」って怒鳴って降りてきたんですよ。いや、何もしてないですよ。ちょっと止めて休憩してるだけですって説明するんですけど、大体お前らいつもうるさいんじゃ!どうもその辺りに住んでいらっしゃる方みたいで、当時から、車とかバイクでやってきては騒いでる輩にもう疲弊してたみたいなんですね。でただ泣いて鼻水垂らしてる三郎さん見るやいない、ちょっとトーンが落ち着いたみたいで、なんかあったんかって言うんで、いやいや別に何もありませんよ、すぐ帰りますって言ったんです。でもふーんっていう感じだったんですけど、やっぱり日頃の鬱憤があったんでしょうね。なんかちょっと文句言ったような感じで、兄ちゃんたちもな、もうこんな明るいうちから来るのはまあいいけど、夜中に来るやつうるさいんじゃ、畑も荒らされたりするし、もう相当迷惑かかっとるんじゃっていうんで、あそうですね、そういうやつらはダメですねと愚痴を聞いてるうちに、もう少し打ち解けてきたんですよ。そうですねそうですねって言ってたら、でここでおじさんが一言言ったんです。こんなところ幽霊も何にもおらんのにのって言ったんですよ。そしたら三郎さんが「幽霊おるわい!」って言ったんですよ。で太郎さんはびっくりして「えっ!」って見て、でそしたらおじさんも売り言葉に買い言葉で「幽霊なんかおらんわ、おるならお前などとっくに取りつかれとるわ!」で三郎さんも引かずに子供の口喧嘩みたいになってしまって、でせっかく和やかムードになってきたのに、もう台無しになっちゃったんですよ。でしばらく口喧嘩が続いてたんですけど、気になることが一つあったんですよ。この軽トラックも帰っちゃったんですけど、それからバーってやって三郎の方パッと見て「お前幽霊おる言ったな、なんか見たんか?」って気になりますよね。さっきまでわーって言ってたけど、おらんおらんって言ってた三郎がいきなり激高して「幽霊おるわい!」って言ったんですよ。黙ってるんです三郎さん鼻すすりながら。今ちゃんと何かあっったんやったら言うとけよ。ちゃんと言ったら、お前が優香に犬投げに挑んだ勇気ある男って周りに言うから。そしたら、本当に言わん？言わん言わん。何があったとや？まあこれ聞いてるんでね、言っちゃってるんですけどこれね、これ言っちゃってるんですよ。もう三郎さんの失態はみんなに出ちゃってるんですけど、三郎さん重い口を開き始めたんですよ。トンネルに入って向こう側へ走る太郎さんの車、テールランプが見えてる。でずっと進んでってる。でしばらく車のテールランプでトンネル内も少しは明るかったんですけど、30メートルくらい歩いたあたりでもう完全に何にも見えなくなっちゃったんです。で外明るいんですけど、もう中に入っちゃったら真っ暗なんですよ。何にも見えない。一応懐中電灯、その太郎さんから渡されてたんで持ってたんですけど、まあ、それつけて一応歩く。でゆっくりずっと恐る恐る歩いてると、後ろの方からなんか音がするんですよ。で振り返ってみたら、そこに上半身裸のかなりがたいのいい男が猛スピードでこっち側にやってきてるんですよ。うわーって走って、でこの裸で、上半身裸でやってきてる男が藤岡弘に似てたらしいんで、それ以降これ弘って言い始めたんですね、三郎さんが。で弘がね、目の前までこれやってきたんです。うわーって。で襲われるって思ったこの瞬間に、目の前でふわっとこの弘消えたんですよ。でその時身を守ろうとしたのか、まあのけぞった勢いで尻餅をついてしまったの、ポンと。まっけに取られて呆然としてた三郎さん。でも我に返って「あ、行かなきゃ」と思って太郎さんがいる方向へ向き直して、立ち上がった瞬間にドンって何かぶつかってきたんですよ。どうもそれがヒロシの腕が当たったっつってるそうなんですけど、またこれ三郎さん尻餅ついてしまって、今度も恐怖で目を閉じて、もう悲鳴を上げてしばらく立てなかったそうなんですね。ただここにいてもしょうがない。恐る恐る目を受けていると誰もいなかった。それで意を決して立ち上がって、もう恐怖を払拭するかのように、自分を鼓舞するかのように、うわーと叫びながらトンネルを出たそうなんですよ。でそれ以降、その先ほど話したおじさんとかの話につながっていくんですけど、そんなことがあったんかと。でもうその日はとりあえず車でね、なだめながら「まあ頑張った」と「お勇気ある男や」って言いながら「本当？」とかって言いながら、その日はもう後に、その犬だけを後にしたんですよ。それから、太郎さん大学に進学して、三郎さんは就職したそうなんですけど、1ヶ月ぐらいしてからって言ってましたかね。太郎さんゴールデンウィークでちょうど帰省する用事ができたそうで、久しぶりに三郎さんに会いに行ったそうなんですね。で三郎さんの家は理髪店をやってて、髪切る理髪店ねやってて、ついでに髪を切ってもらおうと思って、この髪を切ってもらってる最中に、お母さんが最近の三郎さんについて話し始めたそうなんですよ。でどうって聞いたら、仕事は頑張ってんだけどね、最近ものすごい食べるようになってね、家に帰ってきたらテレビばっか見とって、で一度注意してあげてって言われたんで、まあ、髪切った後に、まあ、休みだったんでしょうね、三郎さん家にいたんで部屋に行ったんですよ。でも太郎さんびっくりしたんですよ。ものすごい太ってるんですよ。でそのもうものすごい太った三郎さんが一生懸命じーっとテレビ見てるんですよ。でそれでちょっとイラッとした太郎さんが「お前何やってんよお前みっともない!」でちょっと呆れた感じで三郎さんに声かけたんです。すると太郎さんはハッと気づいて「ちょっと外行こう、ちょっと外行こう」で「うん?」って「なんで外いいやんここで、外行こう外行こう」って言って近くの神社に連れて行かされたんですよ。で「何がどうしたとや?」って聞いたら「いや実はね」って話し始めたんです。この間犬鳴トンネル行ったやん。あの帰りの車内からなんやけど、ずっと今もヒロシおるって言うんですよ。え今も今もおるんやったらこんな話していいと、いや今ここにはいない、今家にいる、で神社には入ってこれないって言うんですよ。神社仏閣堂には入ってこれないんですって。ただそこから出るといつの間にか横にいるんですって。でずっといるのかどうかわからないんです。でも気配が消える時はある。でそれからその出来事があって、猪木の一件があってからものすごくお腹がすくようになって、四六時中食べるようになったんですって。でもしかしたらヒロシの分も食べてるんじゃないか。そして今まで特に好きじゃなかったこと、テレビを見るようになったのは、ヒロシがテレビ見るのが好きで、お気に入りがまあその当時ね、知ってる方は知ってる「ひょうきん族」っていうねテレビがあったんですけど、それが大好きで見てて、で好きな歌手は、松田聖子が好きらしいっていう、そういう情報も分かるんですって。でテレビ見てる最中は集中してるのか、まあ、ヒロシから離れることができるから今ここに来れてる。そんな話をしたんですよ。でここまで聞いてね、太郎さんは「何それ何それお祓いでもしてもらった方がいいんじゃないの、気持ち悪い」でね、三郎さん「いやでもね」って言うんですよ。別に迷惑してるわけでもないしって。いやめちゃめちゃ太ってるやん、影響あるやん、どうするでよお前その体で。でもって感じなんですよ。でいまいちなんですよ、全然状況分かってないみたいなんですね。で一生懸命太郎さん諭したんですよ、三郎さんを。で情が映ってるのか取り込まれてしまってるのか分かりませんけど、全然乗り気じゃないんですよ、いつくらいやっても。ただずーっと言ってたんで、まあ、通じたのか「分かった、じゃあ何とかしてみる」ってことでその日は別れたんですよ。でそれから月日が経って、また夏休み3ヶ月後ぐらいですかね、久しぶりに三郎さんに会いに行くと、元に戻って痩せてる、もう元に戻ってるんです、痩せてるんです。どうしたヒロシおらんようになったや。おらんくなった、勝手に消えたんって聞くと、そうじゃないですようなんですよ。この3ヶ月の間に何があったんかっていうと、こう近所におばさんが住んでるんですね。で結構大きな家に住んでるおばあさんで、なぜか家の敷地内に人が普通に入れる大きさのお社があるんですって、庭とお家の庭に。で特にそういう仕事に就いていたわけではないそうなんですけど、小さい頃からお菓子をくれたりとか何かと可愛がってくれたこのおばあさんなんですけど、ゴールデンウィークのこの帰りの時に三郎さんにね、あのおばあさんに相談してみればって言ってたそうなんですよ。で実際解決できるかどうかなんてね、保証もないですけど、家にそういうのがあるんであれば何かしら分かるんじゃないかなって考えたんでしょうね。三郎さんこのおばあさんに相談したそうなんですよ。すると三郎さんにこの会うやいないこのおばあさんが「あら大変!」ってことになって、部屋の中に招かれて「ちょっと待っててね」って言われた。で部屋から外の様子が見えるんです。で庭におばあさん行って、お社の横に座ってるんです。でなんか誰かと喋っている素振りをしてるんですよ、おばあさんが。おばあさんしか見えないんですよ。でも誰かとなんか喋ってる、やり取りをしてる感じがあるんです。で15分ぐらいしておばあさんが戻ってきて、三郎さんにね「あなたの、横に男の人ついてるの知ってるでしょ、このまま一緒にいると抜けられなくなるよ」って言うんです。でそこでおばあさんに塩とお酒を渡されたんですよ。ただおばあさん三郎さんの気持ちをね察したのか「あんたたち仲いいんでしょ、すぐには無理かもしれないけどね、でもね1週間以内には何とかした方がいいよ、あの方にもねそれは言ってるから大丈夫よ」って、あの方だったのヒロシね。でそれから数日経って、こうテレビを見ているヒロシ、ずーっと、まあ、自分の横にねヒロシがずーっと座ってテレビ見てた。今だって思ったんでしょうね。このテレビをずっとじっと黙って見てるヒロシにこのもらった塩とお酒バーってかけたんですって。いやうそんって思いましたけど、でそれ以来ヒロシ出てこなくなったそうなんですよ。ちょっとなんか切ない感じですよね。でも三郎さんこの後もう一回犬鳴行きたいって言い始めたそうなんですよ。ヒロシがおらんくなって寂しいよねって言ってたそうです。会いたかったんすかね。何かしら残ってたんですかね、わからないですけど。でね、この話ここで終わるんですけど、途中にねこのおじさんたちのやり取りあったじゃないですか。おじさんたちというか犬鳴トンネルに行って三郎がバーって泣いて帰ってきた、そこで軽トラックが来てバーンって出てきたこのおじさん50代ぐらいのこの、会話の下りでいきなりね「幽霊なんかここおらんのにのう」って言ったおじさんが言った瞬間、この三郎さんが「幽霊おるわい!」って言ったじゃないですか。で「幽霊なんかおらん、お前らおるならお前など得に取りつかれとるわ」って言うと三郎さんがね、ここでいろいろやり取りがあったんですけど、この中で「大体俺らが何の法律に違反したんじゃ!」で三郎さんがブチ入れたんです。そしたらそれを売り言葉に買い言葉、おじさんもブチ切れますよね。なんや貴様らこらってなるんですよ。でそこで出てきた言葉が「法律も憲法も関係あるか!お前らなんか死んでしまえばいいんじゃ!」って言って軽トラ乗ってバーンって走り去ってったんです。当時この出来事がものすごく面白かった、怖かったし面白かった、こんな出来事だった、これ信じられるみたいなような話をいろんなところを方々で話したそうなんですよ。もしかしたら犬鳴村って言われてるこの先日本国憲法を通じずっていうようなものの、ひょっとしたらこの話元祖かもしれないんです。太郎さんが方々で噂して話して回ったんで、この話で僕実際に90年代の中頃に僕の友達がいるんですけど、僕の友達のお姉ちゃんがそのお姉ちゃんの友達周り何人かでここに行ったことがあるんですよ、犬鳴トンネル。まだその時通れた時ですよ。行ったらこの辺りで言ったらその車何台とかで行ってたんですよ。そしたらめちゃめちゃもう大声上げて「くらー!」って言って鎌振り回してやってきたおじさんがいたそうなんですよ。50、60代のおじいちゃんが。これ10年後ぐらいなんですよ、僕話聞いたの。起こったのも10年後ぐらい、90年代中頃。ひょっとしたら同一人物だったかもしれないんです。実際にまだあの辺り人住んでる方がいらっしゃるらしいです。もしかしたら今でも、もしかしたら今でもあの犬鳴村のきっかけになった方がいらっしゃるのかもしれないです。すべて犬鳴にまつわるお話でございました。ありがとうございました。僕ね行ったことないんで実際のところよくわからないんですが、実はキャバクラだとかね、その夜のお店って結構怖い話が好きな方が多いそうで。盛り上がるもんですから、お客さんにねなんか怖い話とかないんですかって聞いてみたり、逆にお客さんから聞かれたりして話したりもするそうなんですよ。今からするお話、その時エリオさんっていう方がお客さんから聞いたお話なんですね。この話をされた方はだいたい年齢60代ぐらいの男性、優しそうな風貌で女の子にも非常に紳士なんですよ。でこの男性にね「なんか怖い話ないですか?」って聞いてみたんです。そしたら少し間があって淡々と喋り始めたんですよ。それじゃあ俺が一つだけ会った怖い話するね。昔付き合ってた子がいてね。当時俺も彼女も大学3年生で、一人暮らしがめんどくさかったから、彼女の家に泊まり込むようになって、なし崩し的に同棲することになったんだよ。彼女の親には内緒でね。まあ若かったし、やることやってたから、驚きはしたんだけど、まあ嬉しかったんだよ。子供ができた。内定はもうもらえてたから、産んでほしいって言うと、トントン拍子に話は進んでいったんだよ。彼女には申し訳ないんだけど、大学は中退してもらったんだ。で、俺は就職先に相談して、早めに働かせてもらうこともできた。すべてがうまくいってて、みんな喜んでくれて許してくれたんだけど、神様だけは許してくれなかったんだよね。赤ちゃん、死んじゃったんだ。その日、トイレから悲鳴ともおえつとも聞こえる声がしてきて、駆けつけた時にはもう遅かったんだよ。赤ちゃんだった。それは血と一緒に水に浮かんでた。転がり落ちるように彼女は精神病んでしまって、でまだまだガキだった俺も助けることができずに精神病んで、あろうことかね、あいつ生まれてこない方が良かったとか、仕事に集中できてせいせいするとか、そんなことを口にするようになってしまったんだよ。そのせいもあって彼女自ら命を絶っちゃったんだよね。これは前置きね。怖いのはさ、つい1年前までこのこと忘れてたんだよ。精神病んでたのもあって辛かった記憶全部忘れてた。彼女のこともすっかりさっぱり1から10まで全部。親とか友人とかも触れないでいてくれたから完全に覚えてなかったんだよ。どうして思い出したかっていうと、俺再婚したんだよ。そしたらその再婚した嫁がね、言うんだよ。トイレからなんか聞こえる、子供のぐずってるような声がするって。ここまで聞いてエリオさん、怖いようなもう切ないような話すぎてしまって固まっちゃったんですよ。すると男性がね、ごめんね、誰かに聞いてほしかったんだよね、ありがとねと言って、ちょうどお店も終わり頃だったんで名刺を渡して、その日は終わったんですよ。それからずっと連絡がなかったんですけど、半年ほどして電話がかかってきた。わあ久しぶりとたわいない話をしていたんですけど、男性から「ああまた行くね」と言われた時、エリオさん「あごめん、私辞めたんだ、今全然違う仕事してるからごめんね」と返して電話切ったんですよ。ただエリオさん、キャバクラ辞めてないんですよ。嘘ついたんです。なぜ嘘をついたか、それは相手の電話口向こうから「赤ちゃん返してよ」って声が聞こえてきたからなんだそうですよ。もうどうしようもなく怖かったんですけど、エリオさんとっさに「あの話に出てきた人だ」誘って嘘をついて電話を切ったんです。ただ一つ疑問に思ったそうなんですね。赤ちゃん返してっておかしくないですかって。想像はしたくないですけど、もしかしたらあの優しそうな風貌の男性が何か想像したくない何かしてしまった結果、女性は自ら命を絶ってしまって、今でもあの男性についているんじゃないか。こんな想像絶対したくないんですけど、あの声を聞いてしまった今、そんな風に思ってしまうんですよね、おっしゃってました。で、確かに僕もそういう想像してしまったんですよ。っていうのが、このエリオさんかなり話の内容を覚えてたんですね。1から10まで全部セリフを覚えているわけではないとは思うんですけど、もし詳細に覚えていて頭の中にある印象っていうのが色濃く残っている文言を使っていると思うんで、これ想像ですよあくまでもなんですけど、話の中で気になる箇所が1箇所だけあったんです。自分のお子さんのことを「それって言うでしょうか？」ありがとうございました。ちょっとお手を煩わしてしまうかもしれないんですけど、ちょっと調べていただきたい言葉があるんですね。でその言葉っていうのが、ちょっとGoogle とかで調べていただきたいんですけど、華麗なる一族、華麗なる一族ね、華麗なる一族、そして廃墟、廃墟ですね。で家いって調べてみてください。家ね、この、華麗なる一族と言われている、廃墟が、昔、8年ぐらい前に行ったんですけど、この、廃墟を、当時、教えてもらって、写真とかを見てたんですよ。そしたら、家がねあるんですよ。この廃墟の中に家があって、多分50代60代ぐらいなのかな、ちょっと年齢は定かじゃないんですけど、女性が写ってるんですよ。見た方いらっしゃると思いますけど、もしかしたらね、見たくないっていう人は見なくていいんですよ。一応ね、見てほしいところではあるんですけど、その家が写ってるんですね。でもちろんその不純な動機というか、こういった残留物がある家っていうのは当時あんまり行ったことがなかったんで、いつか行きたいなって思ってたんです。で行くことになったんですよ。それは多分2012年の春ぐらいだったと思うんですけど、3月ですね、春前か、もう冬から春にかけてっていうような、すごい寒い時期に、2013年かな、もう多分13年かに行ったんですよ。8年ぐらい前かねに行きまして、で、3月ですからめちゃめちゃ寒い中、マイナス6度とかの中、ゲンチャリ走らせてずっと神奈川の温泉地にこの廃墟があったんですよ。ずっと進んでって、深夜ですね、この場所に着いたんですね。で雪もある程度積もってたし、もう地面も凍結してたんで、これちょっとやばいなと思って、一応バッテリーとか全部変えて、寒いとバッテリーが減り早いんで、なんでバッテリーとか全部変えて、よしっていざ挑んだんです、この廃墟に。ペンションのような、すごい、遠目から見ると綺麗なお家だったんですけど、やっぱ近くで見るともうボロボロなんですね。窓も破れてるし、床も抜けてるし、なんなら周り雑木林なんですけど、木が倒れてきて半分家が崩れてしまってるんですよ。そんなお家、うわーって外観見ながら、うわすごいなで中に入ってたんです。全部床も抜けてて、ここ温泉地なんで湿気もすごいんでしょうね。床とかそういった木だとかの腐食がすごいんですよ。なんでちょっと梁の方を渡っていって、今の方、リビングの方をちょっと見てみたんですけど、もう全部床抜けてるんです。でぬいぐるみがあったり、テレビがあったり、掛け軸があったり、もうすごい、そのまま残ってるんですね。でもここすごいな、絶対ここ行けないもんなと思いながら、とりあえず来た道戻って、そうするともうすぐ横に階段があるんですね。でこの階段を、ちょっと登っていったんです。階段はある程度しっかりしてたんで、そのまま登っていった。で登っていくと2階には2つ部屋があるんです。で一番最初、階段登りきったところにある部屋に入ったら、タンスだとか衣類だとかがブワーって置いてあって、そこも倒木で半分削れてるんですよ、家が。で心ない人間たちがそこにやってきて、そのタンスにあったものとかを全部盗んでいったんでしょうね。宝石箱とかがもう全部散乱してるんですよ。うわって思いながら、いいやで隣の部屋に行ったんです。で隣の部屋はまたちょっと雰囲気違うんですけど、ご家族の写真があったり、集合写真、家族写真があったりだとかっていうのが、いろんな写真があって、で仏壇もあったんです。で僕その時気づかなかったんですけど、足元には遺髪もあったそうです。でそんな中をずっと撮影してたんですね。で撮影してたらライトがねふって消えたんですよ。あれでまたつける。おかしいな、さっきバッテリー変えたばっかりだ、接触かなって思ってまたライトをつけて撮影してたんです。そしたらまた降って消える。あれでまたつけるとつくんですよ。こんなことを3、4回繰り返したんです。しかも消えるタイミングっていうのが分かんないですよ。分からないですけど、仏壇が画角に入った時になぜか消えるんですよ。なんか気味悪いなって思いながら、まあまあもうひとしきりこの場所を見たし、まあもうぼちぼち帰ろうかなと思ってその廃墟を後にしたんです。なんですけどちょっと心残りがあったんですね。遺影がなかったんですよ。この廃墟だとか探索している方の写真とか見た時に、わすごいな、これ見れるもんだったら見てみたいなって思ったんですけど、まあ、今回この旅では見れなかったんですよ。もしかしたら、まあ、こんだけ荒らされてるし、まあ、誰かがいたずらだなんかして捨てちゃったのかな、隠されてんのかな、まあ、そんなことを思ったんですけど、まあしょうがない、いいやと思って、まあ、またちょっとある程度、他にも行くところがあったんで、まあ、行って、でその日は帰ったんですよ。それから、まあ、10日か2週間ぐらいしたある日ですね、朝多分4時ぐらいだと思うんです。4時5時ぐらいだと思うんですけど、かすかに外が白んでるぐらい、少し光があるかなっていうぐらいの時の時間帯に、急にね、ピンポンピンポン、誰か来たんですよ。もう時計見たら4時5時ぐらい。こんな時間に誰？ずーっと言ってるんですよ。ピンポンピンポンピンポン。でも気持ち悪いから、もうはいって思って、その時住んでたのが6畳があって、そこにベッドがあって、で横襖があって、その先に6畳があって、そのまた先襖を開けると目の前玄関があるんですね。はいはいって言って襖開けて6畳入ってって、奥の方の襖開けようとしたら向こうからガラガラガラって開いたんですよ。えっってびっくりして、そしたら目の前に50代ぐらいの女性が立ってるんですよ。もうびっくりしすぎて、何ですか、もう言葉が出なかったんですね。で言葉をなんとか喋ろうとした時に、向こうから「私はどこですか?」って言ってきたんです。意味わかんないじゃないですか。え、何ですかって、この時は声出たんです。そしたらググググって顔近づけてきて「私はどこですか?」ってまた聞いてきたんです。その時にパッて目が覚めたらベッドにいたんですよ。これ夢だったんですね。うわ気持ち悪い夢見たって思ったんですけど、その日夜に検証配信をする予定だったんですね。まあその心霊スポットだ廃墟だとか言ってニコニコ、その時ニコニコは生放送やってたんですけどやってたんですけど、ニコニコで検証をするっていう日だったんですね。なんで、まあ、検証の途中になんか小話でもみたいなようなところでちょっとネタになるかなって思ったんですよね。なんでよかったよかった、まあすごいリアルな夢だったんですよ。もう温度を感じるぐらいのだったんで、もうこれ夢だけど、これちょっと気持ち悪いな、なんだこの夢で、その日検証終わって、その時焼いたトンネルっていうね、旧焼いたトンネルっていう栃木のちょっと山の方で、にあるトンネルの検証してたんですよ。そしたらこのまあトンネル検証してる最中にリスナーさんがね「いやここ怖いですね」って言ってきて、あ、ここ怖い、いやここ怖いよねっって雰囲気すごいよね。いやでもここも怖いですけど、こないだ行ったあそこの一軒家の廃墟も怖かったですよねって言ってきたんですよ。これがその華麗なる一族のことなんですけど、あそこもすごかったねって、すごい雰囲気があってめっちゃ怖かった。あれちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってって言いながら、僕がカチャ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 こう打った言葉があるんですよ。というのがネットで探した文言、それが華麗なる一族遺影だったんですよ。それ調べてバンで出てきたでしょ、女性の遺影が。僕の夢に出てきた女性、この方だったんですよ。全く意味がわからないんですよ。なんでこの人夢に出てきたの？そもそも俺行って現地に行ってから見てないんですよ。全く見てないのに、なんであの人夢に出てくるの？俺見たのってここに行く前にインターネット上で見たものしかないんですよ。なんでめちゃめちゃ怖かったんですけど、言葉が気になったんですよ。私はどこですかって。はあ、そういえばあそこなかったな、家で。ひょっとしたらね、どこですかっていうことは、まあ今いる場所じゃない、私今どこにいるかわからないっていうことだから、これ隠されてたり何かされてんじゃないかなと思って、もう一度映像を見てみたんです。そしたらあったんですよ。僕が動画を撮影して、1つ目の2階に上がって1つ目の部屋を出て、そっから廊下をちょっと歩いて次の部屋に行くんですけど、その次の廊下のところ、衣装ケースがトントントンと積み上がってたんですが、そこの隙間にスッって入ってたんです。ちょうど遺影の帯が見えてたんですね。うわ、ここにあるわ。あ、やっぱりそうか、隠されてたから「私はどこにいますか?」って言ってきたんだ。とはいえ結構遠い場所だったんで、すぐに行くことできなかったんですよ。でそれから1年後再度訪問した時には元に戻ってたんですね。もしかしたらわからないですけど、僕以外にもそういう訪問者に訴えたのか、それによって訴えた人間が元に戻したのか、僕これ配信してたから気を使ってくれた誰かが戻したのかわからないですけど、僕が行った時にはまあ戻ってたんで、まあ良かったのかどうなのかわからないですけど、この廃墟は今はもうありません。でそれから3年ぐらい経った頃ですかね、またこの映像をちょっと検証してみようってなったんですよ。再検証。その時にもう一つ、もしかしたらもう一つの真実というか、これ僕の想像ですけど、符合する点に気づいたんですよね。というのが、この、廃墟の中に入って2階って2つ目の部屋、2階の2つ目の部屋入って仏壇が画角に入るとなぜか消える懐中電灯って言ったじゃないですか。この遺影が置かれていた場所っていうのがこの仏壇の真裏だったんですよ。ひょっとしたらこの現地にいる時から何かを訴えかけてきてたのかもなって思うと、気づけなくて申し訳なかったんですけど、ちょっとやっぱそれじゃね、気づけなかったなっていう、そんな思い、今ないんですけど、そういった、ことのあった華麗なる一族という廃墟で起こった出来事でございました。ありがとうございます。ある男性がね、中学生ぐらいの頃に、体験したんですけど、クラスでね、女の子たちがこっくりさんやってたんですよ。なんで何の気なしにふーって見てたら「あ、やる?」って声かけられたんですね。そしたら「おう、やるやる」って言って、その男性一緒に女の子と混じってね、こっくりさんやり始めたんですよ。でこっくりさんこう置くじゃないですか。で「こっくりさんこっくりさんいらっしゃいましたら」ってなんかだってやるでしょ。なんですけど全然動かないんですよ、ずっと。まあそれまで動いてたのかどうかもわかんないですけど、全然動かないです。まあ誰かが動かしてもいいんでしょうけど、全然動かない。で、あれ全然動かないね、コックさんコックさんってずっと言ってたら、スーって動き始めたんです。あ、動いたって思って、その「はい」か「いいえ」じゃない基本最初は。なんですけど急に50音の中スーって行き始めたんです。でこの指した言葉が「う」「い」うい、フランス人のこっくりさんを読んだというお話でございます。今でこそ、今ちょっとこうやってタバコ吸ってますけど、今換気とかできてるからちょっとバーッと吸ってるんですけど、窓開けたりとかして吸ってるんですけど、ちょっと前のパソコンが調子悪くて、で調子悪くなった、理由がタバコのヤニだと言われたんで、ファンにねこうヤニがついちゃって回らなくなっちゃったから、熱暴走を起こして PC が動かなくなっちゃったっていうのがあって、でそれ以降ちょっとね部屋の中でするのやめてたんですよ一時期。で向こう、こっちの方に行くと、玄関があって、玄関の換気扇回してその下でタバコ吸ってたんですね。でその時もタバコをずっと吸ってたんです、換気扇の下で。でふーっとやってたら急にねドアがふわって開いたんですよ。ウォンって。ですぐ真横だから、うわってびっくりして「何?」って思って、こう開いてるドアトンって押さえて、とりあえず穴見て誰もいない。で右見てこうグッて出して、左見て誰もいないんですよ。であってその時思ったんですけど、今こっちに窓があるんですけどね、こっちに窓があって、向こうで換気扇回してるっていうことは、何かしらちょっとこっちから風が入ってきて、風圧っていうか気圧っていうかね、なんかそれでうわって開いたんだろうな、こっちからすごい風が入ってきたのかなって思ったんですよ、換気扇回してるし。ああもうそうかそうか、もうやめてよ、もうびっくりするって思ってドア閉めようとしたら内鍵閉まってたんですよ。そうなんですよ、ドア閉めてたはずなんですよ。でその時にあれ?そうだよな、ドア閉めてたよな。で一応もう一回閉めて、もう一回開けて、グッてドアを完全に閉めて、内鍵閉めて、でもう一回開けて、ドア開けて、で何にもないところで内鍵カチャカチャやってみたら、風だとかそういった衝撃ぐらいで内鍵が閉まるっていうような硬さじゃなかったんですよね。あれ何だったのかなって思った出来事です。あるね女性の方から聞いたお話で、幼少期の頃なんですけど、6歳ぐらいかな、小学校って言ってたんで、妹がいるんですけど、その子が3つ下の妹って言ってたから、多分3歳って言ってたから、多分6歳なんでしょうねぐらいの頃に、当時名古屋に住んでて、でその一軒家かなに住んでて、で妹と、その女性の方、一緒の部屋で過ごしてたんですね。でその6歳の女性、その女性の方なんですけど、その方がずっと勉強をカリカリ夜してたんですよ。で妹は寝てる状態だったんですね。そしたらこうカリカリ勉強している最中、後ろからなんかうなされるような声が聞こえてきたんですよ。妹が急にね、いきなり「やめてください!」って言ったんです、はっきりと。えって妹見るんですけど、なんかねうるされてる感じなんですよ。「え、大丈夫?」って言うんですけど「やめてください!」やめてください、お願いしますって言うんですよ。3歳ですよ。3歳の女の子がはっきりと「やめてください、お願いします」って言ってるんですよ。で、妹に近寄ってね、なんかうなされてこんなこと言ってるから「大丈夫大丈夫」って言うんですけど、その瞬間出てきた言葉が「やめてください、やめてください、お願いします、織田信長様」って言ったんですよ。は？ 6 歳で、まあ愛知県に住んでるからなんとなく言葉どこどこ武将ぐらいはなんか知ってたんですかね。織田信長ってそれがまあ意味が分かったから「お母さん!」ってなんか妹がなんか変なこと言ってる、織田信長がどうとこう言ってるって言ってお母さんに言ったんです。でお母さんも一応その「えっ?」ってなったのか、その住んでるねこの寝てる部屋まで行って妹を起こして「どうしたの大丈夫?」って聞いたら「え何が?」って感じなの。で今「織田信長」って言ったけど「わかる?」って言ったら「え何?えなわからない」。人の名前すらなのかもわからない。理解が全くできてないんですよ。でたとえ織田信長を知ってたとしたって「様」とかもつけるような知識もないし、3歳ですからね。その3歳の女の子が急に「やめてください、お願いします、織田信長様」ってはっきり言った。まあ愛知というね土地柄、もしかしたら当時ね戦国時代、もう今から500年ぐらい前のお話なんでしょうけども、そういったのって。巡り巡って何かしらこの3歳の女の子がなんかね関係生まれ変わり的な何なのか分かんないですけども、急にこんなことを寝言で言ったという、お話でございます。素晴らしいお話。まあね故障の可能性もあるよね。うん、信長さんはね分かんないけどどっちかなどっちなのか分からないんですけど、まあこれもこれで、まあ、怪談怪談なのかって怪談なのかっていやいやね、いいお話。僕はこの間これを聞いて腹抱えて笑いましたからね腹抱えちゃった。短いお話ないかな短いお話ないかな。ちょっと時間をバーッと、もうでもそんなこと言ってたらどんどんあめちゃめちゃいい話短いのあるわ。すごい短いお話なんですけど非常にいいお話がありましたね。梅田さんという方がですね、高年齢の、まあ、高齢の方の専門の病院に、まあ、勤めているこう親戚の方から聞いたお話だそうなんですけど、ある日ですねこの病院に入院されていた、まあ、仮名で内田さんという方がいらっしゃったんですけど、この女性がね、まあ、高齢でご病気で亡くなられてしまったんですよ。で、まあ、親戚のこの看護師さんの方と他の看護師さんの方とかでエンゼルケアっていうのをされたんですね。でこの、まあ、ご存じない方は、ちょっと耳なじみないのかもしれないですけど、このエンゼルケアっていうのが、まあ、いわゆる死に化粧っていうようなことなんですけど、まあ、個人がね、穏やかで自然な表情になるように化粧を施したりだとかで着衣を変えて、まあ、髪型整えたりだとかそして、この全般広い意味で使われるそうなんですね、エンゼルケア。でそのエンゼルケアを終えて内田さんを囲む、この内田さんを囲むように、主治医の方と看護師の方とかが集まってきまして、で身寄りが少なかったそうで、いるにはいたそうなんですけども、まだ病院にはこの、身内の方いらっしゃらなくて、内田さんの。でその代わりと言っちゃなんなんですけど、一人の方が来られたそうなんですよ。呼ばれてた方がいて。でこの方っていうのが一時期担当されていた、内田さん担当されていた介護福祉士の田中さんっていう方なんですね。でこの連絡を受けて駆けつけてくださったんですよ。でこの田中さんが内田さんにね、お悔やみの言葉をかけようとしたその時に「田中さん!」って声がしたんです。声の主、この亡くなった内田さんだったんですよ。はっきりとこの内田さんの声だったんです。その場にいる全員一瞬凍りついてしまったんですけど、すぐに主治医がこの脈だとか眼球とかこう明かり当てていろいろ確認するんですけど、蘇生をしたっていうわけではありませんでした。で実際にね、このエンゼルケアを施した後蘇生するかどうかわからないんですけど、万が一そんなことがあるかもしれない。でも蘇生した瞬間にそんな大きな声が出せるはずなんかないんだそうです。もしかしたらこう一時期短い期間ではありましたけど、身寄りの少ない内田さんにね、親身になって寄り添ってくれた田中さんが来てくれた、そのお礼なのか、何か伝え一心で出た言葉だったかもしれないっていう、お話でございます。